どうも、この動画では USC304 の感想を話していこうかなと思います。はい、7月28日のね、まあ、朝に行われた USC304。その日はスーパーライジン3があったんでね、ちょっとね、な、うん何でしょう、ぼーっとしながら見てたんですけど、まあとからもう一回ちゃんと見てね、やっぱりいい興行というか、まあ、リアタイムしてたんですけどね、うん、で気になる試合とか、後から見返したりとかしつつ、 面白かったですね、全体的に。勝敗予想ではね、塩が約束されたメインとか、偉そうなこと言ってましたけど、果たしてどうなったんでしょうかっていうね、急に投げかけていくスタイル。あとは俺たちのマネルケープが、無敗のモカエフと戦ったりとかして、まあ熱かったよね、全体的に。で、勝敗予想動画ではね、えー、メインカードを2試合ぐらいなんか飛ばしてやってたんですけど、 ダンカン対ロドリゲスの試合とグリーン対ピンブレットの試合も感想では話していこうかなとそう思いますえまずは1つ目ムハンマド・モカエフ VS マネル・ケイプ、まあ、この2人はねちょいちょい練習場で喧嘩したみたいな話が上がったりとかお互い試合をね事前に盛り上げてくれてましたよねえー、ぞえー、ぞと思ってやれと試合直前もめっちゃヒートアップしてたしね私も超楽しみにしてて で、名前コールされる前ね、ケイプが、めっちゃでかい大人3、4人ぐらいに囲まれてて、ちょっと笑ってまいりましたね。うん、超でかいっていう、超でかいおっさん4人ぐらいに囲まれてて、行くなよ、行くなよ、みたいなされてましたね。で、試合直前もね、ギリギリまでなんか囲まれそうでしたけど、いや、もう大丈夫やと。もう大丈夫や、みたいな感じで、ケイプ言ってましたよね。で、いざ試合が始まると、モカエフがガンガン前に行って、まあ、ケイプはね、慎重ですよね。ああいう感じで、実は慎重っていうのがね、 ケイプのクレバーさでででもあるんですけどでモカエフがガンガンローキックを蹴ってってただモカエフもねいつもみたいにすぐ組みに行ったりはしなかったっすよね結構警戒していてでお互いアクションが少なめで工作の時にはお互いにね左のパンチ軽く当ててみたいなただケイプはたまに出すパンチが鋭いよねで残り1分ぐらいから徐々に徐々に圧を強めてって終盤ケイプのパンチがちょっとヒットする場面もあって でモカエフは2回ね組のアプローチ混ぜたんですけど、まあ、どっちもケイプが切って一覧の目結構難しかったんですけど、まあ、全体的な手数を見てモカエフかなと個人的には思いましたで2ラウンド入って、まあ、また打撃の攻防でその中でなんか蹴りかなんかもらった後ケープが急にしゃがんでなんやこれと思ったらね、うん、でモカエフもなんやこれって最初思ったんでしょうけどそのまま突っ込んでってただケープカウンターを狙ってみたいな どういういことやねんと思ったんですけどなんか足の親指を怪我してるっぽいっすよねケイプなんか変な感じに曲がってたもんなでその後スタンドの工房からモカエフがケイプをテイクダウンしたんですけどでもなんかグランドの工房の中でケープのショーツを掴んでしまってそれで止められてみたいな何なんですかね心地見たかったのかなケイプのアメリカってあんま銭湯とかないのかな うんポコチンがちょっと気になったのか何なのか分かんないですけど、まあ、とにもかくにもショーツ掴んでなんか脱がそうとみたいなしててで、止められて、めっちゃレフェリー切れてましたもんね。何やってんだお前みたいな。びっくりするくらい怒られてて、モカイフが。まあ、ケイプからするとラッキーでしたよね。あ、それポコチン見られそうになったのがラッキーってことじゃなくてね、スタンドに戻れて、そっから。ラッキーでしたよね、ケイプ。で、そっからね、なんか打撃の攻防がまた続く中で、なんかモカイフの 指がケープ目に入ったみたいなアピールして背を向けていやあれも危なかったよねモカエフ普通にぶん殴りに行ってたしねまあ確かにリプレイ見てみると目元なんか手開いてねやってましたもんねまあ,あれはアイポークなんですけど普通にまだその時レフェリーは止めずただねケイプが徐々になんか打撃でまた圧を強めるんですけど手数が少ないだから2ラウンド目もモカエフかなと思いましたねで3ラウンド入ってからモカエフの前蹴りがケイプの顔に入ったりとか ででケイプはスタンドで空振りが増えてきてきみたいなただモカエフのタックルもあんま決まらんと。で打撃の攻防で徐々に圧をかけるケープ。ただモカエフがタックルからテイクダウン奪うと。でケープは下から肘とか打ったりして結構良かったっすよねあれ。モカエフあんまり効果的なパウンド打ててなかったんでこれ下手したらケープの下からの攻撃の方が支持される可能性もあるんじゃないかなとか見て。でそれができなくなるとケープは今度は足換狙うと見せかけて。 モカエフの体勢を崩して立ち上がって、で、またスタンドの工場ちょっと続いて、で、最後またモカエフが、まあ、ケープホールディングして、試合終了と。終了後はね、あんなにいがみ合ってたのにね、2人とも抱き合ってて、お前らどないやねんっていうね。やっぱ試合したら友情は生まれるんですかね、格闘技。まあ、そこら辺はね、ちょっと戦うものにしかわからない何かがあるんでしょうけど、判定はモカエフの判定勝ち3-0でしたね。うん、まあ。 まあ普通にモカエフの価値かなって感じには思いましたかね、うん。全ラウンドモカエフでもまあおかしくないかなっていうか、まあ、全ラウンドめっちゃビサなんですけど、ビサで全部モカエフが取ってるか、一、まあ、つぐらいケープに入ってるかみたいな感じに私には見えましたね。まあ、30対27はねえかさすがに。29対28かな。うん、で、モカエフかなって思いましたね。ケープはそれにしてもね、フィニッシュするときはまあいいんですけど、こういうなんか判定 ポイントゲームになった時ことごとごく負けるよねこういう判定いつも落としてる印象がケイプは強いなタフなんだしねもっとリスクショって言ってくるよっていつも思うんですけどねケイプ何なんだろうな試合前はすごい威勢がいいのにいざ始まったらまクレバーでそれもいいんですけど冷静に遂行するのはただあまりにも手数が少なすぎるだろうっていう一ランド目様子見するには全体的なコントロール能力に欠けるなっていうもったいないよねケイプ 持ってるものは本当に別にねチャンピオン相手にも全然通じるというかパントージャー戦も別にそんなめっちゃやられたわけでもないしねでもどっちかにつけるってなったらケープにはつけれねえよなって試合が多いんでねで勝ったモカエフ今後これどうなんのかなってね、まあ、パントージャーとのタイトル戦進むのか平対モカエフの無敗対決いきなりやっちゃうのかみたいなまあ規定路線としてはどっちかがタイトル戦やってその防衛戦でどっちかみたいな なんかそういうのになるのかなとかぼんやり考えたらまさかのねなんかモカエフリリースみたいな話が上がってて待ってなりましたねリリースされんのっていう試合内容そんなにダメモカエフって思いましたねまあでもなんかね試合後のデイナー・ホワイトのコメント PFL に無敗でいけるから PFL 良かったねみたいな感じのこと言ってたしあとはあれか試合内容もそうだけど他にもいろいろね問題があって USC との契約は見送るみたいな感じの話でしたよねぶんその他にもある問題ってのが問題なんでしょうね多分だって単純にこんな強くて無敗のやつリリースはしないでしょ普通に考えて USC フライ級をね消すのならまだ分かりますけどそういう段階でもない中でリリースするみたいな話っていうのはおそ、まあ、らく何か問題があるんでしょうね モカエフの宗教的な問題なのか、本人のなんかね、要求がいろいろとめんどくさいものがあるのか、はたまたバックにね、なんか怪しげな黒幕みたいな、なんか怖いやつがいるのか、それはちょっとわからないですけど、とにもかくにもなんか、モカエフ契約更新しないみたいな話がありましたよね。これビックラポンでしたね。で、続きまして、アーノルド・アレン、バーサスギガチカゼ。この試合は面白かったね。レベル高かった。 序盤は結構近瀬が蹴ってって、距離取って、コントロールする展開が多くて、アレンはその蹴りをブロックしてパンチ打とうとか、あとはひたすら外を回って近瀬の。それで自分のパンチ、自分のパンチの距離にしようっていう目論見みがあったんでしょうけど、なかなかそれが潰せず、アレンもちょいちょい飛び込みでね、飛び込みのパンチで距離潰そうとするんですけど、そこに近瀬のパンチとか蹴りがヒットして、1ラウンド目の終盤結構アレンの距離になりつつあるかなと思ったんですけど、でも近瀬が飛び膝を打って、 これがアレンの側頭部をかすめて、ちょっと効きましたよね、アレン。バランスを崩して。1ラウンド目は近づかなっていう。で、2ラウンド入ってからはもうね、アレンがずっと外回り続けて、近づゼもバックスピンキックとか、見栄えのいいね、大技、ちょいちょい打つんですけど、それ結構危なかったけど、まあね、アレンも、まあなんとか回避すると。で、その中でアレンの左ストレートが入ったのかな。これで多分、木風ちょっと効いて、徐々徐々にアレンのパンチの距離になっていくんですよね。 で、近づや手数がどんどん減っていくと、アレンのボディストレートも入り出す。左のパンチも入り出す。2ラウンド目はアレンかなっていう。で、3ラウンド入ってから圧をかけるアレン。もうジャブが入り出してよね、このラウンドになってくると。で、近づはもう自分の蹴りの距離が全然作れなくなってきてて、それに伴い手数も減っていくと。アレンは左ボディもいいよね。ボディが入り出すとね、距離は完全にもう昇格してるもんね。完全にアレンペースで3ラウンド目は続いてって、 持ち風はフィニッシュされないようにしてるようにしかちょっと見えなかったっすね。まあこっからなんか自分がこのラウンド取ろうみたいなそんな風には全くちょっと見えなかったな。てかもう手詰まりでしたよね。もうどうにもならんみたいな感じの顔に私には見えましたね。まあフィニッシュされなければワンチャン1、2取ってて勝ってるかもみたいなそんな目論見みもあったんですかね。でそのまま判定いって、まあ、結果はアーノルド・アレンの判定勝ち、まあ、2、3取っての勝ちでしょうね。 にしても近はこれマジのトップ層には勝てん感じするな今後もトップ5に入るやつとの差なんかなこれがトップ10には入れるけどトップ5には入れないみたいななんかそこでももう一枚壁がある感じするよねユサフとかもそうなのかなあのソディック・ユサフ先生彼もトップ10には入れるかもしれないですけどトップ5には多分入れない感じするしでアレンはその瀬戸際みたいなところっすよね序盤はねやっぱ近世の 距離蹴りの距離にちょっと、ね、しんどそうでしたけどでもそっから徐々,に徐々に自分のペース取り戻していって最終的にはもう普通に勝ったもんねただそんなアレンでもタイトルは遠いタイトルとの距離は遠いよねかなり遠そうに見えるこの現実やばいよ u f c フェザー級まあライジンのねフェザー級もすごい盛り上がってきてますけど やっぱりね、u f c のフェザー級はまた全然違う世界が広がってるよね。本当に。なんなら近勢が、もしライジンフェザー級来たら普通にチャンピオンになる可能性あるもんな。てか、なりそうだしね、普通に。そんぐらい次元が違うよね。っていうのはちょっと感じちゃったな、改めて。改めて u f c フェザー級、とんでもない舞台だなっていう、そんな風に思いました。で、続きまして、クリスチャン・リロイ・ダンカン、VS グレゴリー・ロドリゲス。 まず、ダンカン、イカチい顔が。イカついよね。で、ロドリゲスは何でしょうね。もう、愚道者みたいな感じの佇まいですよね。あ絶対この人強い人だ、みたいな。強いんですけどね、実際。序盤からロドリゲスがすごい良かったっすよね。いい右のパンチとか当ててて近距離のパンチの回転がとにかく速いと。で、その中でタックルからロドリゲスが、ダンカンからテイクダウンを奪って、上から肘を落としてって、もうこの肘でダンカン、えげつないブーできてましたもんね。 頭つるつるなんで余計分かりやすいというか、つるつるのね、頭、本体に、本体がね、大きな本丸の山だとしたら、小さな丘がね、できてましたよね。で、2ラウンド入ってからもロドリゲスのパンチがとにかく強くて、で、ダンカンは結構体が流れてましたよね、避ける時とかも。だから全部打ち下ろしみたいな感じになってて、危ないっすよね。ただ、ダンカンも時折結構トリッキーな技を狙ってきてて、あのバックスピンエルボーとか惜しかったよね。 ああいうのがあるからね、またわかんないっていう。ダンカンのエルボー狙いもすごいよくて。一回だからあれかな、エルボーで、あの、額切ったもんね、ロドリゲスの。額というか、なんていうのまぶたらへんうん、よかったっすけど、でも全体的に支配してるのはロドリゲスだし、うん、打ち下ろしのパンチとかも当たりそうだし、まあ、2ランド目もロドリゲスで。で、3ラン入ってからもロドリゲスのパンチがとにかく強い。で、ダンカンは目を切っちゃうんだよな、避けるときに。だから危ないし、 らロドリゲスにリフトされれれててて体崩持ち上げられてダンカンただでもねなんか下から回転して蹴り打つみたいなやってて面白いっすよねダンカンそのトリッキーな技が使えるこのね階級でそれが面白くてで最後の方はでもロドリゲスがまタックルからケージ際でバックについてただなぜかめっちゃ出血してるのはロドリゲスっていうまあ2ラウンド目で受けた傷が開いたんですかねでもまあ完封っていう内容でしたよね 1> 1, 2, 全部ロドリゲスが取ったんじゃないかなロドリゲスの判定勝ち、うん、強いよねグレゴリー・ロドリゲス結構ガードが甘い印象があるんでそこがあれですけど攻撃力はマジでとんでもないよねで次がボビー・グリーンバーサスパディ・ピンブレットまずねボビー・グリーン試合前めちゃめちゃ鼻ほじってましたよね、うん、両鼻もうこれでもかってぐらいほじっててそんなほじったやつと試合とかグラップリングするの嫌だよね まあでも気にせんか。お互い汗だくだもんな。そんなこと気にしてたらまあやってられねえか。で、ピンブレットは序盤ローキックとジャブを入れてて、で、グリーンは挑発しながらどんどん前に行って、もういつも通り喋りながらね、めっちゃ挑発して、どっちのガードも下げてみたいな。もう王道のグリーンスタイルっすよね。キンググリーン。で、お互いに関節蹴り蹴ったりとか。で、グリーンはとにかく喋るよね。めっちゃ喋るなっていう。 で、そん中で打撃の工作で、ピンブレットの蹴り足を掴んで、なぜかタックルするグリーン。なんでお前からタックルいくんだと思ってね。で、そっからギロチン仕掛けられて、空の三角締め仕掛けて、ピンブレットが。で、最終的には三角で十字みたいな形。で、グリーンは失神して、ピンブレットの1ラウンド一本勝ち。いや、もうグリーン、なんで組みに行ったのよってね。まあ、全角オタが思ったことでしょうね。ピンブレットはもうあの形得意やんっていう。 にしてもピンブレットもね、これまでなんかネタキャラというかね、エンタメキャラというか、なんか不思議な感じでしたけど、ここに来てランカーにちゃんと買ったんでよかったっすよね。うん、前線もトニー・ファーガーさんとかとやってて、なんかピンブレット嫌なやつだなというか、なんか気に食わねえなみたいな感じのね、思いがあったんですけど、まあでも今回のこの勝ち方素晴らしかったね。こっからランキングライト級で上がっていけるのかっていうと、まあ結構微妙ですけど、でもね、 可能性は無限大にあると思うんでで頑張ってほしいっすねで続きましてトム・アスピナル VS カーティス・ブレイズ2まあこの2人は最善ってことで1戦目はね、まあ、試合中にアスピナルが膝をやってしまってそのままドクターストップになったんですけど、まあ、今回どうなるのかっていうアスピナルは相変わらずいきなりガンガン行くよねもう飛び込んでいくと早いとにかくアスピナルめっちゃ早いただブレイズも結構冷静でワンツー入れたりとか ブレイズのワンツーとか結構入ってるようにというかタイミングが合ってるように見えましたけどね序盤からすげえ良くてあこれやっぱブレイズ行くのかってね思って1戦目もねブレイズは結構カウンターとか合わせてたんですよねだからこうありえるのかと思ったんですけど思ったんですけどその中でアスピナルの飛び込みのワンツー、うん、これの左でも効いてましたよねワンのところでワンツーのワンでもうすでに効いててその後打ち下ろしの右でダウンしてそっからアスピナルが パウンドアウトすると、トム・アスピナル、1ラウンド KO 勝ち。やっぱ強いわ、アスピナル。早すぎるまず、ヘビー級の動きじゃないもんな、これ。本当に早い。側近が異常に発達してんのかな。ジョン・ジョーンズと見たいよね、これ、トム・アスピナル。一応、アスピナルは今回、暫定王座のベルトを防衛したんですよね。で、正規王者はジョン・ジョーンズなんで、いつ復帰するんだって話ですけど、 ミオシッチのね、復帰戦、まあ、多分やるんでしょうけど、もうええわ、でもミオシッチは。ミオシッチはもうええ。アスピナルとやろ。今どう考えてもアスピナルの方が強いやん、ミオシッチより。でね、ライトヘビー級から上げてくるって噂のアレックス・ペレイラもいるし、面白いよね、ヘビー級も。いきなりアレックス・ペレイラ対ジョン・ジョーンズもいいような気もするけどね。そうなるとアスピナルがかわいそうだし、どうするのかな。でもペレイラはやっぱいきなりね、王者に当てないと。 普通にヘビー級のね、そこそこのやつに当てても負けちゃう可能性あるんで、まあそれは体格差の面でね。うん、だからどうなんかなって思いつつ、アスピナル対ペレイラも普通に見たいしな。ああ、でもそれ以上にね、やっぱジョン・ジョーンズ対ペレイラの方が今は見たいのかな。少なくともミヨシッチ戦はもうええわ、別に。うん。ミヨシッチはもう別にいいかな、本当に。ミヨシッチだって近年全然試合してないやん、ミヨシッチも。 ほぼだってダニエル・コーミエとしかしてないんじゃないのダニエル・コーミエとフランシス・ガヌーとしかしてないでしょここ5年ぐらいでも下手し。となるとね、ミオシッチも列後ろ並ぼうぜ、うん。シリル・ガーヌとかでもいいやん。そういうのとやろう。で、アスピナルは、ま、次、ペレイラでも、ジョン・ジョーンズでもいいよね。楽しみ。本当に楽しみ。アスピナルがね、3ラウンド以上あのステップ続けられるのかも気になるし。 ジョン・ジョーンズならね、1ラウンドで終わるみたいなことは多分ないと思うんで、自分が勝つ以外では。負けパターン、まあ負けパターン知らないですけど、ジョン・ジョーンズの。で負けるにしてもね、なんでしょう、1ラウンドで終わるとかないと思うんで、なんか新たなアスピナルを引き出しそうな気がするんで、見たいよね。うん、すげえ見たいわ、その試合。で、いよいよメイン、レオン・エドワーズ、VS、ベラル・ムハマッド2。 まあこの二人もね、以前戦ってて、その時は二ラウンド目の途中で終わったのかな。アイポークで、ベラルがね、もうできへんと、ってなってしまって終わったみたいな。でもその時は一ラウンド目はエドワーズハイキックで帰化したりもして、まあ取ってたかなみたいな感じでしたよね。で、今回どうなるのかっていうところ、もうこれ一言で言うと、もうベラル無双だよね。序盤から圧めっちゃベラルがかけてって、超近い距離、パンチの距離。 で、パンチ振りながら組みに行って、いきなりテイクダウン取って、うん、ただエドワーズもすぐ立つんですけど、でもベラルがね、ケージに押し付けてみたいな。あ、違うか、エドワーズが体、えー、を入れ替えて、ケージ押し付けたんか。で、膝打ったりとかして、うん、離れ毛屋の肘も良かったっすよね、エドワーズ。ただでもベラルがスタンドでの圧がずっと強くて、アッパーもいいし、終盤にもテイクダウン取ったし、1ラウンド目はベラルっていう。 2ラウンド目以降もね、距離がずっと近くて、ベラルはとにかくパンチ振りながら組んでいくと、で2ラウンド目も組でベラルが制圧しましたよね。まあ、一旦1回持ち上げて、エドワーズね、思いっきり頭から落とされましたよね。あれ大丈夫かって思いましたけどね。ちょっとあれ落ちたんじゃないかな。うん、でもそこからもエドワーズもなんとか立て直して、でもどうにもならんと。2ラウンド目もベラル。で、3ラウンド目入っても相変わらず圧が強いベラル。先にエドワーズからテイクダウン取ったんですけど、 でもエドワーズもね、うまく透かして逆にバック取って、そっから4の字でキープして、うんいや、3ランド目はエドワーズが取りましたよね。見事にね、切り返しのバックキープでしたね。にしてもエドワーズにバックつかれてる時のベラルの顔がとにかくおもろすぎた。何やねん、あの顔、<laughs> 本当に。後ろからの、ね、エドワーズが殴ってくるんですけど、その度になんか顔の表情がベラルめっちゃ変わってて、うん、七色ベラルというか、七変化ベラルとでも言うのか、 顔のね、七変形ぶりが面白くて、ちょっと笑ってまいましたね、見てて。で、四ランド目入って、このランドムね、ベラルがもうね、勝っていくというか、エドワーズが三ランド目の内容良かったんで、ここから巻き返すんかなと思ったんですけど、巻き返せなかったよね。アッパーがいいね、ベラルは。で、そん中で組んでって、今度は逆にベラルが四の字でキープしてみたいな。で、エドワーズは最後回りながらなんとかエスケープしたんですけど、うん、時間なくて、 で、なぜか知らないけど、エドワーズね、なんか組にこだわって、いや、ポイント取れねえだろって感じで、普通に4何でも取られて。で、5ランド入ってからも詰めるベラル。エドワーズの左ボディとか良かったっすけどねで。1回目ベラルのタックル、エドワーズ切ったんですけど、でも戻されて、スタンドの状態で。で、またベラルが組んでって、ケージ際で4の字また組まれてね、もうベラルのコントロール力が凄まじい。ただ、エドワーズも最後の最後でなんとか解除して、上から肘を落としてって、 うん、すげえ、この肘打ち、見栄え良かったっすけどね。ベラル、血だるまになってたし。ただ、でもそれでもポイントは取れてないかなって感じでしたよね。そこまでめっちゃキープされてたし。で、ベラルの判定勝ち、3-0。まさかのベラル・ムハマット新王者体感。ベルト巻く時のね、デイナ・ホワイトが全然嬉しくなさそうに見えましたね。<laughs> でもやりきったな、ベラル。よかったぞ、ベラルって感じでしたね。てか、この試合、思ったのは、もうベラルが強すぎて、ちょっと面白かったっすね。 こんな強かったのって感じでしたね。ウスマンにあの内容で勝つエドワーズがこんな負け方すんのかっていう。とにもかくにもそれが面白すぎたね。やっぱベラル面白いわなんか見てて。3ラウンド目にバック疲れてる時の顔もすごい面白かったもんな。何なんですかねこれ。超強いんですけど、超面白いっていうね。まあ試合内容は別にあんま面白くないんですけど。うん、でもなんか楽しかったな。この試合。 まあ結局ね、でもこのウェルター級のベルト最後に巻くのは、最後に巻くのというか、次に巻くのはラフモノフなんだけどね。うん、行かれちゃうでしょこれ、ラフモノフに。うんだってね、ラフモノフ強えもん。で、そんなベラル君には、まあ次防衛戦でね、ラフモノフと2ヶ月後ぐらいにやってくれたらいいんじゃないかな。うん。他にだって挑戦者候補いないでしょう。 スマンはなんかミドル上げた感じっぽいし、まあ戻ってくるのかもわからんけど、でも連敗中だし、コピントンはね、エドワーズに負けてるし、ラフモノフぐらいしかいないんじゃないあれか、マダレナとかもいるけど、どうなんだろう、怪我してんのかなちょっと忘れちゃったな。なんか怪我してた気がするし、ラフモノフじゃないかな。これは、次は。それからラフモノフとマダレナでね、次期挑戦者決定戦やるのか。あ、それも熱いね。 アダレナが結構ね、ジョーカーというか、面白い立ち位置なんですよね。だ彼がどう絡んでいくのか。まあでも順当に行けばやっぱ次、ラフモノフ、ベラルに挑戦ってのが一番綺麗な流れですよね。で、ラフモノフが取ればもう、誰もなんか、奪えない気がするな、ラフモノフから。どうなんだろうか。見たい。とにかくそれが見たい。ベラル対ラフモノフ、ちょっとペーパービュー大爆死の予感がビンビンにしますけど、しょうがない。それはそれで。まあ、ベラルが王者ない以上はもう、そうなるよ。 だからできるだけ早く他のやつに取ってもらわんと。っていうのは嘘ですよ。うん。ベラルも私結構好きなんでね。面白いんで。でもやっぱラフモノフが取るんじゃねってのはあるよね。うん。わかんないっすけどね。今日の感じだとまあ、ベラルがラフモノフに買っても全然おかしくないっすけどね。そんぐらい凄まじいパフォーマンスだったな。ここにかける思いがすごい伝わった。素晴らしい。興行でした。じゃあそんな感じで終わります。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。